はい、どうも、ネイティブフォレスト、小太郎です。今回は、こちらの、香港産のシダ、これをご紹介したいと思います。はい、ではご覧ください、どうぞ。はい、ではご紹介していきたいと思います。こちらですね。読み方はちょっと怪しいんですけども、ザリプテリス SP サンセットピーク YH0916F1 という表記のものを購入させていただきました。購入したのは、4ヶ月前とかそのくらいでしょうかね。はい。ではこの記載の、表記なんですけども、ザリプテリス、多分そんな読み方じゃないのかなとは思います。和名では一つ葉コウモリシダという和名ですね。はい。そして SP サンセットピーク、サンセットピークというのは香港ですね。香港の、3番目に高い山のことを言うようです。まあ、そこで採取された株ですね。はい。で、YH0916 というのは、2016年9月に、採取した株ですね。その F1 なので、その採取した株を、まあ、胞子培養とかで増やした、ものの一番最初のものということになるようです。で、香港の環境なんですけども、平均気温は15度から30度、くらいのようです。の亜熱帯ですね。湿度も高くて、多湿 90% の時もあるようです。はい。で、この株自体の情報なんですけども、まず成長が遅いです。これはシダに、多く言えることだと思うんですけども、なかなか成長速度は、速くはないっていう感じですね。で、増やし方としては、胞子培養、あとは株分けになるのかなと思います。シダは花を咲かせないので、増やし方としてはそんな感じになるのかなと思っています。で、胞子培養で増やした場合には、こちらの植物はですね、斑入りバージョンなんですけども、この斑も遺伝するようです。あと、育成のポイントなんですけども、超多湿で育成するのがいいようです。まあ、ベゴニアとか、まあ、そういう密閉ケージで、育成するといいのかなと思います。まあ、照度もね、低くて良さそうです。まあ、同じような、ベゴニアと同じような環境で、育成してますが、問題なくね、しっかりと成長しているので、いいのかなと思います。あと、めっちゃ丈夫です。放置してるだけで、全然大丈夫ですね。乾燥にも強そうですし、多湿にも強い、強そうな植物です。あとは小型なので、パルダリウムにね、導入してもいいのかなと思います。一つ葉コウモリシダ。というんですけども、一つ葉というのは一つの葉っぱという、ふうに書くんですけども、まあ、この茎から一枚の葉っぱだけが出ている。まあ、一般的にイメージされるシダだと、この一つの、茎から何枚もね、葉っぱがね、連なって出てるようなイメージがあると思うんですけども、これは一つの葉っぱしか出てないので、一つ葉という名前なのかなと思います。で、コウモリっていうのは謎なんですけども、まあ、コウモリの羽みたいな感じが、まあ、連想できるので、コウモリっていう風に言ってるのかもしれません。はい。で、見た目ちょっとアップで見てみると、はい、こんな感じでね、ワニの鱗みたいで、凹凸があります。すごいギザギザしてかっこいいですね。これは斑入りなので、濃い緑と薄い緑合わさってますけども、斑入りではない通常のものに関しては濃い緑、一色のようです。それはそれですごく渋くてかっこいいです。そっちの方もちょっと欲しいなと思っています。はい。あとですね、ずっと放置しすぎてしまっていたら根っこが出てしまっています。これはすごい硬そうな根っこですね。はい。今度植え替えてみようと思うんですけども、今は水苔で植えています。でもいろいろインターネットで見てみると、用土植えをしてる人が多いので、用土に変えてみようかなと思います。はい。まあ簡単ですが、こんな感じ、かっこいい草です。かっこいいですね。すごい丈夫そうなので、かなりいいのかなと思います。何がいいのかわかんないですけど。はい、こんな感じです。ということで、スキスキ草シリーズ、ザリプテリス SP サンセットピークのご紹介でした。読み方合ってるかな？一つ葉コウモリシダの紹介でした。はい、ということで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。